大木路働省は16年9月20日は、大将、昭和初期の茶人、建築家。本名は慶一郎。月屋建築で知られる。弟に木工家、大木正彩がいる。主な作品に、段拓馬亭、高橋総安亭、東京五国寺の多宝堂や茶室などがある文久三年、後の福岡家音賀郡長津村に、大木久太郎がこの長男として生まれた。 同地には、現在も、大犠牲が多いという。幼少寺り木や竹細工に携わった。学歴はなく、下関で、杉孫七郎に建築を学んだと考えられる。一度上京するも、働き口がなく、家に戻る。明治33年、16歳差の弟正吉と、再び上京し、差し物職人のもとに住み込んだ。明治39年、 京橋区南佐野町に家を構え、鈴木仁造、藤木吉と建築事業を立ち上げた。翌年には、楓川沿岸の竹川岸に、大木建築事務所を設立した。主に三井財閥系の茶人と交友を持ち、茶会を催す傍ら、中野忠太郎、増田隆史、段拓馬、馬越京平、小林十三、福井木久三郎等の東京や湘南方面の本邸、別邸、 茶室等の設計に携わった。大正9年には、原宿の断定近く仙田谷に転居し、同人の美術品の収集に関わった。大正末年からは、高橋義雄による、五国寺再興にあたり、他方等や茶室群を任された。晩年は、松永安左衛門事案に身を寄せた。昭和16年9月20日、葉山町、森戸神社の草案にて、遺願のため死去。 大正3年頃、三井合名会社、有りが分別荘として建てられた。戦時中に、室町三井家が、疎開先として購入、後に旅館として利用された。現在、三井文庫所有。平成24年登録有形文化財。大正5年、三井物産マスダ港による、茶園発掘運動に建てられた。現在、ゴーラ公園内にある。大正6年頃。 奥多摩町に自らの別荘として建築された。昭和3年フィラデルフィア美術館に売却され、昭和32年同館2階に復元された。大正8年渋谷区広尾昭時給達中高林院に自身の茶室として建築された。渋谷区指定文化財。大正14年暖宅間の別荘として、戦国現に建築された。現在小田急リゾーツ。 箱根ハイランドホテル内にある、大仙公園新庵、昭和4年、川辺太郎邸として建築された。後に、福助、辻元氏の手に渡り、昭和55年堺市に寄贈され、堺市博物館大仙公園に移築された。平成15年登録有形文化財。昭和2年、三井物産、岩原建造邸として建てられた。後に旭化成の手に渡ったが、 平成15年、虎ノモンタワーズ建設に伴い解体された。昭和5年頃、伊豆川津町に段拓馬と三菱財閥、木村楠谷より建築された。現在喫茶店として活用されている。平成23年登録有形文化財。創造学園大学水金亭。昭和10年、井の頭に吉田路皇帝として建てられた。 あと六本木水と皇庭となり、平成2年に、路道の皇庭、藤井木三郎の整備になる、高崎芸術短期大学中山キャンパス水金帝に移築された。同校は後に創造学園大学となった。平成13年登録有形文化財。平成24年学校法人、堀越学園の破産が決定し、存続が危ぶまれている。昭和10年代、日本石油。 小倉房ふの別荘として、日田鉱山の古民家を移築して、渋谷に建てられた。昭和27年は瀬田大学に寄贈、現在大熊庭園内にある。ABCDE 岡山、ABCDEFGH 大川、箱根号浦公園博運動茶園、フィリデルフィアミュージアム・オブ・アート・セラモーニル・テア法制、スンカー・ラクシボ・ヤクシティ文化財降林院茶室、 箱根ハイランドホテルの歴史1920年代、堺市新案、木村屋敷創造学園大学水金亭、東京新聞2012年11月9日、早稲田大学、大熊会館会議室、館の翔予約。ありがとうございます。